地獄楽ワーク PV フル聞いていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。ということで前回アニメサイズ聞いていきました。めちゃくちゃ良かった、めっちゃ良かったですね。キングヌー常田さんこういったような活動してるんだ、すげーという風になって、え、そこに椎名林檎さん合わさるんだ、あ、才能と才能合わさっちゃうんだ、へー、あ、そりゃこうなるよね、やべえわっていう感じ、あ、合わさるんだ、はぁ、あ、はぁはぁはぁ、まあ、そうなるよね、やばいよねっていうそんな感じ、もう楽園に誘われたような感覚ですね。もうお耳が幸せっていうそんな感じなんだけども、事件は起きましたね。あの聞いててなんか言葉難しいなみたいな、なんだろうなみたいな、ちょっと歌詞見てみようかと思って、で歌詞をね、そのリアクション動画も上げてるんで見てもらったら分かるんですけども、見ながらやったらやったで、なんじゃこりゃーっていうさ、あの読み出した瞬間に冷や汗、うわーみたいな、読んでるんだけど読んでない、いや読めない、漢字が難しい、読めたところで言ってる意味がわからない、どうするみたいな、外人にはちょっと早かったかなみたいなさ思いながら、みんな本当ごめんなさいみたいな、これ絶対怒られるなと思ってさ、お前意味ぐらい分かっとけやみたいな、いや分からんべよみたいな思いながら、もう素直にみんなごめんなさい、本当教えてください、分かりませんって言って、コメント欄で皆さんが、ね、それに対して答えてくれて、大丈夫だよジョニキって、あの我々もこれ見て意味がわからんすって言ってむずいっすって日本語なんだけども、日本語のさらにもうワンランク、ツーランク、スーランク、もう難しいワードがもうオンパレードで来てるんでね、あのもう見れぱじゃないけどもさ、なんか本当にね焦ったわけよ、うわーと思って、でみんなもああそうなんだと思って、ちょっとねあの安心しましたね。なので今回も、まあ、フルということで、フルで後半意味がわからんっていう風になると思うんで、そこら辺はコメント欄でちょっと助けていただければ、でも結構だからね、あの解説をいただいたおかげで、あのあそういうことかみたいな、前半は分かったところはあるんで、まあ後半戦ちょっとあの引き続きコメント欄で助けていただけたらなというふうに思います。それでは行きましょう、レッツゴー。おなんだこれ、でも違うな、何してるこれ、パレードか、あーはいはい、あーみんな集まっていってる、あーしかも古い感じ、おーおおあかっこいい、あやっぱかっこいい、あーやっぱもうパレードしてる感じや、あーおっしゃおっしゃ、ワークって書いてあった、おっしゃおっしゃ、あれ通天閣、通天閣、あなた可愛いね、めちゃくちゃ可愛いね、本当に美魔女可愛いね、お大文字焼き、わかるよポケモンの技で大文字覚えてよ、わお興奮の、つまりかっこよすぎやろ、落ちたの、いやめっちゃいいな、いや超かっこいい、これ予想、今白黒だからどっかでカラーになるんじゃない、これなんか PV つうかアニメもそんな感じじゃない、花びらがいっぱいみたいなさ、カラーって感じなんだよね、なんかカラーがつきそう、果たして予想です、予想です、誰やこのイケメンたちは、うん、いやかっこよ、ああここら辺からもう何も知りませんよ、おう押した押した、いやかっこよすぎやろ、本当に椎名林檎さん何やってもクールだよな、お乗ってきた、おうわお悪者、よう悪者、シューってやったよな、やべえやつやべえやつ、ならず者かっこよえ、うわおぶった切ってるやないかい、うわお、これめっちゃかっこいいやん、ちょっとかっこいいやん、一緒に歩いちゃうわ、あかられなかった、ほら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 、カラーになった、いいねいいね、おーすげー、ミレニアムパレード、鬼ほどかっこいいわ、うわこれがアニメで流れてた部分だろう、おーイエー、あれ東京タワー通天閣、どっちどっち、タワータワースカイツリー以外のタワー、めちゃくちゃエロい、エロいな、ちょっと待って、止めたい、いろいろ見てるけど大
姉ちゃん、ちょっと美魔女さん、今のアングル大丈夫っすか？チェックしたんすか？俺チェックしたよ。いや、かっこいいな。どっから見ても負けない。いやー、すごっ。一気に着せるわ、畳みかけ。いや、めっちゃいいな。フォルデじゃない、フュージョン、ビッグスクーター、ビッグスクーター、みんな一度憧れる。おーイエーイ、おーイエーイ、めちゃくちゃかっこいいよ、なかなかだ。これクール、これ好き。すごいな。あ、コメント欄で前回教えてもらったんですけど、制作とか結構自分らでやられてるんですよね。常田さん の抱えてる制作チームがあるっつうことで、そこでやったりとか。アーティストっすね。おお、何この素敵な感じ。え、待って、こだわり、バナ。ちょっと待って、ごめん、一番最初にこの制作のところ見たいわ。なんかさ、うわー、こういう風にね、スペシャルサンクスとかさ、協力してくれたみんなのね、うわー、すごいなー。なんかそのためにこんだけ素敵なさ、映像を作ってるわけでしょ。俺、こういうところに目いっちゃうんだよね。なんかさ、PV がいいのって、まあ、この二人のセンスが合わされば、ある意味、まあ、当然っちゃ当然なわけですよ。このセンスで悪いものができるわけないんですよ。当然なんですよ。だけども、そのセンスだけで終わらないんだよね。この制作に携わってくれた人たちに対するリスペクトっていうので、こういう風にちゃんとさ、ケツになんか素敵な映像を作って、これも、ごめんね、お下品な話かもしれないけど、金かかるぜ、これ一個作るだけでも。で、あの曲もちゃんとそのためにさ、撮ってるわけでしょ。いや、俺そういうのめっちゃ好きなんだよな。うわー、すごいね。ちゃんとやってんなって当たり前だけど、どっからメッセージ喋ってんだよ。いや、本当にね、珍しいよ、 PV でこういう風にこうね、ケツにちゃんと入れてみたいな。すげえわ。いや、あの、携わってくれたスタッフの皆さん、あの、私からもありがとうございます。こんな素敵な作品を、はいはい、あの、まず何より、曲の感想より何より、もうこんめっちゃ人多いな、本当に。もうこんだけ携わってくれた人たちにもう感謝を伝えるような。うわー、すごいな。何人いる、これ100人以上当たり前にいるやん。すげえ CG な。いやー、 VFX な、もう最新のね、そういう技術もガンガンやれていくわけですよ。はいはい、 CD プロデューサーもちゃんとなさそうなんだよな。いきなりボンと CD作ってお芝居じゃないからね、こういう映像を一つにしても。そうや、いやー、素敵。ここだけで俺めっちゃ語れちゃうわ。なんかもう本当にね、あの、もう素敵すぎて人間性を知れると目がうるうるするんだよね。こんだけなんかね、美男美女っていうの、そういう場合って、なんかが集まってセンスの塊で変な尖りがない。尖ってんだけど尖ってないんだよ、わかる。これすごいな。ええなはい、ちょっともう全部もう一回ちょっとね、一個一個見ながら、ここら辺がさ、ちょっと時代を出してる感がええよな。これ何年代っていうの、こういうのって。80年代っていうのが、ビーバップハイスクールを思い出すんだけど、俺ビーバップとか好きでさ、別に世代でもないんだけど、あの、ビーバップめっちゃ見たんだよな。好きなんだよね。多分ほとんどの作品全部見たんだよな。ええよな。あ、これ。もうこのさ、自然な入りいいよな。これどこで撮影してんの、これ、ワークね。こういう風にね、ノーエントランス、フリーエントランス。ええな、挑戦してる感じ、ええな、そういうとこや、そういうとこ。いやー、ヤマハ。もう一個一個もう書いたのも気になるんだね。これどこで撮ってんの、これ。俺、通天閣知らんけど、通天閣見たことねえけどさ、あの、通天閣知ってるのも多分竹内力さんの、なんか出てる映画で見た感じだからさ、竹内力さん好きなんだよね。そこかみたいな、外人どっから情報を得てんだよみたいな。これ通天閣じゃない、東京タワー、これ普通に東京タワーか。大きさがなんか通天閣っぽいんだよ、わかるね、わかる。わかんねえけどさ、モモモンってなんやねん、これ。となんか桃源郷的な、なんかエッチなお店みたいな感じだろうな、これ。パレード、ミレニアム、おい、俺は見逃さねえぞ。おい、右なんかパレードで、これやばいわ。ちょっとこれさ、めっちゃ時間かけて見たいレベルなんだけど。うーわー、あ、ダメだこれ、やばいわ。これ一個一個わかるだけでも、こういう風にさ、あの、入ってたりとか、ちゃんと細かく見たら、いろんな遊びがあるだろうな。やばいな。ゴー、いやー、気になるわ。
つやばい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 、これ止まらんわ、これ止まらんわ、これどこで撮影してんだよこれマジで、これ全部 CG なのこれ、全部 CG なら CD でバケモンだよなこれ、 CD で言ったぞ最後、フルートショップキラキラクヤ、うん、気になるんだよこういうの、もう一回ミレパの文字で発見したらな、マイサイハイ、めちゃくちゃかっこいい、ここいいよな、あああ、超かっこいいよな、めっちゃええ、ほら下げ下げ下げバージョンなんだよね、ここ、これ下げバージョンなんだよ、でアニメの方が高い方、まあ大サビだな、イケメンだな、セクシーだなこの男、セクシー×セクシー、椎名林檎さんダブルで合わせたらあかんって、そんなん爆発するわい、あかんって本当に、もうカメラも白黒になっちゃってるやないかい、故障してるよ、うん、もう神と神合わせたらあかんって、ラグナロクかい、神 VS 人間やん、神と神戦っても神と神やラグナロクは違えんだよ、はい、うん、この落としいいな、この流れてる感じがめっちゃいい、こういうところ絶対遊んでるやろこれ、読めねえよロシア語かこれ、博多博多最高今のはあのジャパニーズスタジオを投げた、イエー、かっこいいな、なんかジョニーデップに似とんな、ジャーニージャニージャニージャニーデップじゃない、ジョニーデップに似とるわ、うん、ジャニーはあかんわ、ジャニーは連れてるわ、ジョニーや、おーおー、そういうとこや、ミレニアムパレード書いてあるぞ上に、俺は見つけるぞ、かっこいいな、かっこいいからのミレニアムパレード、ええー、なー、めちゃくちゃええな、からの降りてくる姉さん、姉さん美しいわ本当に、いやーすごいな、美しくかっこよく、そしてカラーになる、この二人カラーで映したらもうやばいよ、やばいって、うわーもうかっこいいもんな、うわーすげー、うわーここでこうやって、いやーえー、ぐえー、ぐ、おっしゃすぎる、おっしゃおっしゃー、オーイエー、背景ちゃんとここに出るんだ、歩いてきてあそこで事故ってここに来て見れば、そんな感じかな、うーわーすごっ、わーおセクシー、これこれこれ、ちょっとごめんね、はいごめんね、俺こういうのちょっとね気になっちゃうんですよ、はい、いや美しい姉さんがいてくれるだけでもう嬉しいんですけど、こんなサービスありがとうしみじみと、うん、こんな感じですね、ありがとうしみじみいやーええー、な、男の子ですからね、はい、もうこんなもんサービス全開やん、ずっとずっと見せてくれてるんで、もうありがとうございます、ありがとうございます、ただただ感謝、うん、あん、うん、俺の見間違いか、あー違う、もう一個、あ、ここここであのトランペットを弾いてる兄ちゃんがキングヌーのボーカルさんに一瞬見えた、似てるけどね髪一重で違うんですよ似てるけど髪一重で違うくて、そしてイケメンだな、マジみんなほんとすげえイケメン集まってんな、ミレニアムパレードやな、マジで。おー。ここの声めっちゃいいな。うー。笑うのうーかな、これ笑うっすよな。もううーがたまんなくね、わかる、わかる、わかる。うー。うわーおー。うーだけを無限にリピートできるわ。うわー、わーおー、わーおー、わーおー、ええやん。ええー、やー、これすごいよな。うすごいって。すごいって。だって、常田さん見てみ、これ。目線完全に、完全にいってますもんね。ごめん。そこいじんなって感じなんだけど。いや、ごめんなさい。俺だったら目線いくから、こんな。やべえな。やべえな。マジかみたいな。映像後で見返そうって。いやー、すごいわ。かっこよね、ドラムの兄ちゃんもまためっちゃかっこいいな、いやみんなかっこいいんだよな、あークール、めっちゃクール、いやでもヘビロテや、ヘビロテ、ナナナナナナン、かっこいい、超クール、最高すぎる。
ここでみんな集まってなんかやってるからな、警察が来るやんな。うわーからのね、サンクス、スペシャルサンクス。いやー素晴らしい、本当に良かった。なんかね、このね、最初に反応したここね、まずこれがある時点で僕は評価もうマックス、マックスです。はい、マックスだし、本編入ったら入ったでもう半端ないし、遊び心が多いよね。はい、っていう、なんか俺ここでちょっとね、今あの喋りたいなって思ってた。こういう曲を流しながら喋るのが一種の憧れです。ちょっと今思った。いやだから本当にね、すごいんだよね、遊びが、半端ないんだわ。そういった、だから制作会社とかも自分でやっちゃうとかっていうところからしても、遊びたい人なんだよね、遊びたい人たちなんだよね。遊びたいかっこいい人たちが集まったらこうなるんですよ。すごいよね、それを率いるね、常田さん、そして椎名林檎さん、さらにはこのクールなクリエイターたち、まあこういった素晴らしい作品できるよね。一個一個見てても本当いろんな遊び要素があるから、俺が知らないだけで、いや実はこれもそうなんだよね、あれもそうなんだよねって絶対あると思うんで、コメント欄で教えていただけたら嬉しいです。ということで、私の評価100億点満点めちゃくちゃ良かったです。っていうか、あれだな、この作品も作者結構やばいよね。めっちゃいいキャラを描いてさ、密かのように全部殺していくよね。俺 2話まで見たのかな、島上陸して3話かな、あれで2話かな、あの上陸、いや3話で、絶対3話、3話まで行ってさ、上陸した瞬間めっちゃイケてるキャラどんどん死ぬやん、えみたいな。俺が一番かっこいいと思ってたキャラが赤い髪の兄ちゃん、いきなりサクッと死んでるやん、えみたいなさ。だからそういうことなんだろうね。なんかあのすごい人たちって感性がやっぱ違うんだよね。えげつないのを作ってぶっ壊していくで、密かがこうトランプを立ててるみたいに、あの作り上げた瞬間にバーってすっごいかな。はい、ということで、あの毎週動画出しております。ということで最後になりますけど、グッドボタン、チャンネル登録ボタン、改めてよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!